皆さんこんにちは。芸能人がどんな宗教を信仰しているか興味がありますよね。今回ご紹介する宗教にドハマりしている芸能人を知ると、え、この人があの宗教の信者だったの？と驚かれることが多いと思います。ということで、今回は宗教にドハマりしている20人の芸能人、有名人を紹介したいと思います。1人目は土屋信之さん。宗教創価学会、お笑いコンビナイツのツッコミを担当する人気芸人の土屋信之さん。両親が創価学会員であることから創価中学校を受験、しかし試験には落ちてしまい、高校より創価教育を受けているそうです。相方の花輪信之さんとは創価大学の落語研究会で出会ったんだとか。自身が創価学会員であることは隠しておらず、芸術部として活動しています。2人目は久保田和信さん。宗教創価学会、2017年に開催された M1 グランプリで王者に輝いたトロサーモンの久保田和信さん。高校卒業後に相方の村田秀明さんに誘われ創価学会に入会しています。年明けに開かれる創価学会の集会では、トロサーモンの2人は男子部地区リーダー、副リーダーとして活躍している。彼らはやはり学会員である漫才コンビナイツでも達成できなかった実績をお笑いで残していると紹介されています。3人目は花輪さん。宗教創価学会、ナイツ花輪信之さんの兄であり、現在ではアーティストとしても活動するピン芸人の花輪さん。花輪信之さんも創価学会員として積極的に活動しており、実家も創価学会員として有名です。劇的ビフォーアフターで花輪さんの実家が取り上げられた時には、創価学会名誉会長の池田大作さんの本の人間革命がずらっと並んでおり話題になっています。しかし花輪さんはあまり熱心な信者ではないと思われています。理由は創価学会の機関紙である政教新聞に登場せず、学会内で役職にもついていないようです。4人目は滝沢秀明さん。宗教創価学会、ジャニーズの元アイドルで今ではジャニーズ事務所の副社長を務めるタッキーこと滝沢秀明さん。滝沢秀明さんが創価学会員であることは有名な話で、親が学会員であることから幼少期に入会しています。母親が熱心な学会員ということもあって、子供の頃は近所の創価学会の会館に連れて行かれたそうです。創価学会の大規模な会合にもたびたび出席しているそうです。5人目は氷川きよしさん。宗教創価学会、演歌歌手としてアイドル並みの人気を誇る演歌界のプリンス氷川きよしさん。氷川きよしさんは親が創価学会員であることから幼少期に入会しています。創価学会員のファンも非常に多く、コンサートは常に満席状態なのだとか。週刊誌ではマネージャーが氷川きよしさんに創価学会への入信を強要したことなどが告白されました。週刊誌に掲載された氷川きよしさんは、マネージャーとの会話は宗教入ってると聞かれ、断ると生きる価値ないよ、頭おかしいんじゃないと言われたとのことです。創価学会への入信を強要する以外も、マネージャーに対するセクハラや暴行なども告発されています。ちなみに氷川きよしさんは書類送検されましたが示談が成立しています。6人目は永井秀和さん。宗教創価学会、お笑いタレントで漫談家でもある永井秀和さん。間違いないという決め台詞で一世風靡したピン芸人ですが、永井秀和さんも創価大学出身者だそうです。父親が元武蔵村山市議会議員、公明党で小学校の頃から創価教育を受けていましたが、2012年に脱会しています。7人目はモンキッキーさん。宗教創価学会、お猿という芸名で名を挙げ、現在は書道家としても活躍するタレントのモンキッキーさん。モンキッキーさんは大阪にある関西創価高校出身者で、創価大学にも進学しているそうです。大学4年生の頃、高校時代からの同級生であったコアラさんとアニマル帝団を結成しています。8人目は久本雅美さん。宗教創価学会、芸能界で活躍する創価学会員として最も代表的なタレントである久本雅美さん。
入信のきっかけは20代の頃、女性らしからぬ下ネタを扱うという芸風は世間から非難を浴びていました。そのことについて悩んでいた時に創価学会名誉会長の池田大作氏と出会い、彼により悩みが吹っ切れたことで池田大作氏に傾倒していったと言われています。現在では芸術芸能を生業としているメンバーで構成される芸術部という部門に所属し、副芸術部長を務めているそうです。創価学会の広報ビデオに出演するほか、創価学会が支持する公明党の選挙応援演説もたびたび行っています。久本雅美さんはその熱心な創価学会員であるあまり、他の芸能人を学会に入会するよう勧誘している、勧誘に従わなかった芸能人を意識的に干しているとの噂がありますが、久本雅美さんは創価学会を脱会したのではという噂もあるため、真相は明らかになっていません。9人目は柴田理恵さん。宗教、創価学会、テレビや映画、舞台など幅広いメディアで活躍する柴田理恵さん、1987年に久本雅美さんの勧めにより入会し、現在では芸術部の中央委員を務めています。しかし柴田理恵さんには創価学会を脱会したとの噂があります。柴田理恵さんが脱会した理由には、池上彰さんが創価学会と公明党の関係に鋭い突っ込みをしたことが原因だと言われています。それを見た柴田さんが創価学会の在り方に疑問を感じて脱会に至ったと言われています。10人目は石原さとみさん。宗教、創価学会、石原さとみさんは創価系列の学校に小、中、高と通っており、卒業アルバムの写真から創価学会信者ということが判明しています。石原さとみさんの中学高校の卒業アルバムの画像を見ると、着ている制服が創価中学創価高校の制服だったことから、創価学会員の信者だということが判明しました。しかも本名の石上邦子というのは創価学会の名誉会長の池田大作さんが名付けたそうなのです。この話は学会内ではとても有名な話だそうで、両親ともに熱心な信者だったことから、石原さとみさんは他の2世信者よりも本気度が高いようです。石原さとみさんが信者の理由には、両親が創価学会の幹部だということも言われ、父親は創価学会系列の創価大学や政教新聞で教授か幹部を務めているとも言われています。11人目は山本リンダさん。宗教、創価学会、困っちゃうなや、どうにも止まらないなど、数多くの名曲を世に出してきた山本リンダさん。山本リンダさんは創価学会芸術部で女性部長を務めるほどの活動家で、公明党の選挙応援演説にも登場しています。12人目は上戸彩さん。宗教、創価学会、大手芸能事務所オスカープロモーションの看板女優であり、CM 女王にもたびたび輝いたことがある上戸彩さん。上戸彩さんが創価学会員であることは有名な話で、親が創価学会員であることから自身も幼少期に入会しています。13人目は井上真央さん。宗教、創価学会、日本アカデミー賞の主演女優賞に輝いたこともある女優の井上真央さん。井上真央さんは幼少の頃から生粋の学会っ子で、少年少女部会には必ず参加していたんだとか。大人になっても創価の機関誌にインタビューなどが取り上げられています。14人目は千言よし子さん。宗教、幸福の科学、幸福の科学を一気に世に知らしめた人物と言っても過言ではない女優の千言よし子さん。元は清水文香として、ドラマや映画、バラエティ番組に引っ張りだこだった千言よし子さんですが、2017年に幸福の科学への出家を公表して芸能界に衝撃を与えました。両親が幸福の科学信者であったことから、千言よし子さんも幼少期に入信したそうです。現在は幸福の科学の広告塔としてアリプロダクションに所属し活動しています。15人目は荒木優子さん。宗教、幸福の科学、ドラマや映画で大活躍の女優荒木優子さん。荒木優子さんは大手芸能事務所スターダストプロモーションに所属していますが、2017年に発売された週刊誌週刊新潮で
幸福の科学信者であることが発覚しています。清水文香さんが出家騒動で芸能界がざわついた時に、荒木優子さんが事務所に自身も信者であることを打ち明けたとしています。その後、本人や両親、事務所責任者との話し合いにより、所属事務所は宗教の自由を尊重して活動を継続していくことを認めたそうです。16人目は中島みゆきさん。宗教、天理教、ユーミンこと松任谷由実さんと並び称される女性シンガーソングライターである中島みゆきさん。他のアーティストに提供した楽曲のヒットも多く、時代を超えて歌い継がれる名曲の数々を生み出し続けています。中島みゆきさんの両親は熱心な天理教信者で、中島みゆきさん自身も信者であること公表していました。過去に天理教の機関誌に連載を持っていたこともあります。教会での目撃情報も多く、また NHK 紅白歌合戦でも歌唱された名曲糸は天理教信柱の結婚を祝して作られたと言われています。しかし現在は脱会し、天理教とは無関係とも言われています。17人目は高橋恵子さん。宗教、新女園、女優の高橋恵子さんは夫婦で新女園の信者になっているという噂があります。夫との結婚式の数日前に新女園に入信したとのことなので、夫も新女園信者でしょう。さらには新女園信者になってから信仰心が深くなり、お経をしっかり唱えたりなど、新女園にかなり染まっているそうです。夫と一緒に信者になったということは、夫か高橋恵子さん自身がもともと新女園に魅力を感じていたか、もしくは誰かから勧誘を受けたのではないかとされています。18人目は島田陽子さん。宗教、新女園、女優の島田陽子さんが新女園の信者だと言われている理由は、新女園が島田陽子さんを宗教の広告塔として使ったからだと言われています。さらには島田陽子さんの新女園信者だという噂はマスコミも嗅ぎつけていました。島田陽子さんは洗脳タイプの人で、男性に貢ぐところがあるため、新女園にも簡単に染まった可能性があると言われています。19人目は矢野顕子さん。宗教、エホバの証人、シンガーソングライターとして活躍されている矢野顕子さん。80年代の雑誌で自身がエホバの証人の信者であることを話しています。矢野さんがエホバの証人の信者になったきっかけは、高校の時に下宿した先の知人がエホバの証人の信者だったからと言われています。矢野さんは中学までは青森県で過ごしていましたが、軽音楽部に憧れて東京にある青山学院高等部に入学したため、父親の知人のところに下宿していたとのこと。この知人に影響を受けてエホバの証人の信者になったみたいです。ですが坂本龍一さんとは不倫からの授かり婚ですので、この時はまだ信者ではなく、結婚した後に入信したと思われます。20人目は薄井義人さん。宗教、エホバの証人、クレヨンしんちゃんの作家でも有名だった薄井義人さんはエホバ信者だったようです。薄井義人さんは2009年の登山中に足を滑らせて亡くなりました。噂ではこの事故の理由が教団絡みの金銭トラブルや、作品が煮詰まっていて自ら命を絶ったのではと言われていますが、真意のほどは不明です。この他にも薄井義人さんの親がもともと創価学会の信者で、薄井さんと奥さんは創価学会が嫌でエホバの証人に鞍替えをするのですが、それに腹を立てた創価学会から度重なる嫌がらせを受け、自ら命を絶ったとも言われています。薄井義人さんが入信したきっかけは、キリスト教の伝道師が訪問に来られ、そこで聖書の勉強を勧められたことから家族で入信したとのこと。その証拠に薄井義人さんが亡くなった時、奥さんが主人と再会できる日を心から楽しみにしていますと発言していることからもエホバの信者であることがわかります。ちなみにこの言葉はエホバの証人の復活が当てはまります。薄井義人さんはエホバの証人への献金もかなりされていたようで、なんと敷地内にエホバの王国が建ったのだとか。これらのこともあってか、クレヨンしんちゃんの明るいギャグ漫画という作風が一転してうつうつとした暗い作風に変わり、ファンが戸惑ったそうですね。いかがだったでしょうか。今回は宗教にドハマりしている20人の芸能人、
有名人を紹介しました。宗教の信仰は自由です。どんな宗教を信仰しても悪いということはありません。ただ宗教の中にはカルト宗教と言われるものもありますので、自分の目でしっかり見極めたいところですね。本日もご視聴ありがとうございました。